ストレイキッズがカナダの俳優ライアン・レイノルズがサプライズで出演した新曲 CHKCHK ブームのミュージックビデオ予告映像を公開した。ストレイキッズは新しいミニアルバム、アテの発売を控え、公式 SNS でトレーラー、コンセプトフォト、アンベール、トラックなどクオリティの高い予告コンテンツを順次公開している。10日に掲載されたストレイキッズ、アテ、マッシュアップビデオ、 は11日の午後10時、YouTube ミュージックビデオトレンディングワールドワイド1位を獲得し、12日の午後基準、日本、メキシコ、ブラジルなど世界22地域の YouTube 人気急上昇動画チャートに入り、熱い反応を得ている。12日の午後、タイトル曲、CHKCHK ブームのミュージックビデオ予告映像が初公開され、カムバックの雰囲気を一層盛り上げた。 予告映像でライアン・レーノルズは小さなテレビ画面の中のニュースアンカーとして登場し注目を集めた。彼が緊急速報を伝える画面を見つめる理能皮切りに色とりどりのグラフィティが描かれた街、都心の中の屋上、華麗な屋敷の中のメンバーの姿を順に照らし、世界の音楽史上あらゆるところで全方位的な影響力を及ぼすストレイキッズの存在感を表現した。続いて、 映像が切り替わって流れてくる闇つきになるサウンドが耳元を魅了し、道路の上でフォーメーションを作ったメンバーの刹那の瞬間が過ぎていき、新曲ステージに対する期待を高めた。ストレイキッズは2021年、エムネット、キングダム、レジェンダリー・ウォーで、デッドプールをオマージュしたステージを披露したことを起点に、同作の主演俳優であるライアン・レイノルズと格別な縁をつないでいる。 お互いに対するファン心を見せ、友情を築いている彼らの特別な出会いに、映画ファンと音楽ファンから熱い関心が集まる。新曲 c h k c h k ブームは異風堂々とした歌詞、ラテンスタイルのヒップホップリズムに病みつきになるループ、ケダルクもユニークなトップラインが魅力ポイントとなり、世界のファンの心を魅了する予定だ。デビュー以来、 発表したすべてのアルバムのタイトル曲を自ら作ったグループ内のプロデュースチームスリーラチャの番ちゃん、チャンビン、ハンが今回も制作を手掛け、グループ固有の音楽カラーを反映した。この夏、ワールドワイド音楽史上を牛耳るというストレイキッズのしっかりとした抱負が盛り込まれた、アテは、タイトル曲、CHKCHK ブームを筆頭にマウンテンズ、ジジャン、I Like It、ランナーズ、 また再び夜、スターリーキッズ、CHKCHK ブーム、フェスティバルバージョン。まで合計8曲が収録される。スリーラチャの陣頭指式のもと、新しいアルバムの全曲を完成させた。フィリックスは収録曲、ランナーズ、の作詞、作曲に参加し、音楽的力量を見せつけた。彼らは新しいアルバム発売と共に7月12日、以下、各現地時間。 イタリア・ミラノのアイ・デイズ、14日にイギリス・ロンドンのブリティッシュ・サマー・タイム・ハイド・パーク、8月2日に米シカゴのドラパローザ・シカゴのヘッドライナーとしてステージに登場し、フェスティバルをさらに盛り上げる。この勢いをそのままに、8月24日から25日と31日から9月1日のソウルを皮切りに、ワールドツアー・ストレイ・キッズ・ワールドツアー・ドミンアテを開催する。今後、 ラテンアメリカ、北米、ヨーロッパなど、公演地域を追加発表し、さらに多くの観客に会う。スターリーキッズの新しいミニアルバム、アテとタイトル曲、CHKCHK ブームは、7月19日の午後1時にリリースされる。